皆さんお疲れ様です。ハッチョコのエリナです。お願いします。はい、今日は、お風呂場からお送りしてるんですけど、ちょっと角度がすごいことになってて、私今結構しゃがんでるんですけど、普通に立ったらこんなになっちゃう。ちょっと下からのアングルがきついので結構しゃがんで撮りたいなと思うんですけど、最近ね、結構 DM とかコメントとかでスキンケアを教えてくださいって言ってくださる方が何人かいらっしゃったので、なんか最近でもないんですけど、ちょっとスキンケアとかクレンジングを変えたら、なんか結構ね、すっぴんの調子が良くなったような気がするので、一回ちょっと紹介しようかなと思って、ちょっと今日は動画を撮っていきたいと思います。ちょっと結構しんどいんですけど、このなんか格好が、あと体勢もちょっときついですね。はい、じゃあ撮っていきたいと思います。私今日学校に行ってきて、朝マジで時間がなかったので、眉毛とファンデとリップだけで行きました。で、ちょっとさっきまで寝てしまっていたので、もうなんかよれどころじゃないんですけど、アイメイクを結構がっつりした日とかはリムーバーを使ってこのアイメイクとか落とすんですけど、今日は肌しかやってないので普通のクレンジングだけでやっていきたいと思います。はい、じゃあまず使っていくのがこちらのクレンジングになります。なんかこれはオリーブヤングで結構買い物をした時になんかノベルティみたいな感じでもらって、で調べてみたら結構レビューが良かったので使っています。これはオイルタイプのクレンジングになります。で、普通にプッシュしてくるくる落としていきます。鼻の周りとかは結構こうくるくるして念入りに落とします。普通に立っちゃった。はい、で大体こんな感じで、今日はほぼほぼメイクしてないのでこんな感じで馴染ませるっていうか、くるくるこう落としたら乳化させるんですけど、水出してぬるま湯ぐらいの水を手にちょっと出します。で、これをこう肌になじませて、こう白くなってると思うんですけど、こんな感じで乳化をさせます。なんか私前まで全然乳化とかさせてなかったんですけど、こうやってすると結構肌の調子が良くなるような気がします。しっかり落ちる。なんか私もね、韓国来たばっかり時とかはすっごい肌荒れてて、謎に環境の変化わかんないけど、ちょっと肌が荒れたんですけど、でもちょっとね、スキンケアとかクレンジングがその時は結構適当になってた気がするので、しっかり時間かけるとやっぱ綺麗になるなって思うので頑張りましょう。こんな感じで乳化させたら落とします。オイルを、はい、こんな感じで一回クレンジングオイルでメイクを落としたので、次はクレンジングじゃない、洗顔をしていきたいと思うんですけど、最近使ってるのはこれです。ジェルタイプのこんな感じの洗顔なんですけど、私結構乾燥するので泡立たないんですよ。これ泡立たなくてすごい肌に優しいって聞いたので最近これを使ってます。でもちょっとね、メイクめっちゃしっかりした時とかは普通の泡の出るしっかり落ちてるのでやった方がいいかなと思うんですけど、最近はずっとこれを使ってます。で、なんか洗い上がりがね、なんか結構何を使っても突っ張るタイプだったんですけど、肌がでもこれは全然こうしっとりして洗い上がるので、乾燥肌の方はおすすめです。はい、じゃあ大体こんな感じでいいかなと思ったら
またぬるま湯で落としていきます。はい、こんな感じで洗い上がったのでタオルで拭きます。なんか結構タオルで拭かない方がいいよって言ってる方もいるんですけど、私はちょっとね拭いちゃいますね。はい、じゃあクレンジングはこんな感じで終わったので、次はスキンケアをしていきたいと思います。はい、ちょっと全然顔が見えないんですけど、もうこれでちょっと行かせていただきたいと思います。顔を洗ってきて本当に顔見えない、見えてるのか見えないですよね。こんな感じでちょっと顔洗ってきたので、じゃあスキンケアをしていきます。なんかいつもはやらないんですけど、いつもは全然見えない。はい、ちょっと仕切り直してこんな感じでいきます。私の顔はもう見なくても大丈夫なのでとりあえず、いつもはやらないんですけど、このストなんとかのパッドをなんかちょっとすっきりしたいなっていう時はこれを使います。これはなんか毎日使うんじゃなくて、たまに使うと肌の調子が良くなるかなと思うので、これを使う時はこれを一番最初に使います。でも今日はちょっと使わないのでお休みいただいて、1個目、化粧水なんですけど、こちらを使っていきます。なんかこれは韓国のなんか韓国版アットコスメみたいなのがあるんですけど、それで結構上位だったので買ってみたんですけど、なんか私が好きな感じの水みたいな化粧水なんですけど、すごい使い心地がとても良いので、よくて私の肌に合ってる感じがしたので、これはもうすぐなくなるんですけど、もう一個買おうかなと思ってます。ちょっと絶妙に顔が映るのがしんどいので角度を変えましたはい、次はこの、すいません見づらくて、あのメディヒールのマスク、アンプル美容液を使ってます。で、私はこの紫のやつを買ったんですけど、青となんかこの注射器みたいな3本入ってるやつがあるんですけど、と青と緑が他にあって、私はこれはね、確かなんだっけ、毛穴張りみたいなやつを買ってみました。なんか本当は青のトーンアップのやつが欲しかったんですけど、謎に紫を買ってしまいました。はい、最後クリームなんですけど、フィジオゲルみたいな感じのクリームを塗ります。これはなんか前からずっと気になってて、ずっと調べてたんですけど、この前使ってたクリームがなくなったら買ってみようと思ってて、買ったらめっちゃ良くて、これも結構なんか重めのクリームではないんですけど、なんだろう、朝までしっとりみたいなしてくれて、しっとり、もうしっとりって感じで、なんか結構韓国来てからクリームさまよってたんですよ、私。なんか朝までしっとりしたい、なんか結構もともと乾燥をし、なんか乾燥めっちゃす、なんか粉服とかではないんですけど、突っ張るのが突っ張ってしまう肌なので、なんか朝まで結構しっとりしたい人なんですよ。もうベタベタにして寝たいんですよ、顔を。でもなんか結構そういうクリームに出会えてなかったんですけど、これを買ってたらなんか、あ、朝もしっとりしてるって思ったので、これはなんか大好きです。まだちょっとしか使ってないんですけど、なんかこれとこれの組み合わせは結構いいかもしれない。あとこれもだからなんかこの3つは割と最近ここ数ヶ月で買ったんですけど、調子が良くなった気がします。で、最後にこのワセリンのリップを塗って終わりです。こんな感じで私のスキンケア終わりなんですけど、これは通常バージョン、通常バージョンっていうか普通の日、毎日のって感じです。本当にシンプルなんですけど、多分この使ってる洗顔をなんか割と入念にというかするようになった、時間をかけてするようになったのと、このスキンケアをちょっとアンプル足してみたりとか別の種類したので、それで今ちょっと調子良くなってるのかなとは思うんですけど、
めっちゃおすすめです。このクリームが特におすすめなので結構突っ張っちゃうかなっていう方はぜひ使ってみてください。はい、でたまに週に、まあ、2回ぐらいはパックをしてるんですけど、見づらいですね。あ、こんな感じでパックをしてて、これはお米のマスクです。この前のパッキング動画にも載せたんですけど、結構これめっちゃね、安いけど分厚い、しっかりしてるのでマスクが、だから乾燥もせずに終わった後にしっとりしてくれます。すっごいベタベタするマスクって多いじゃないですか。でそれがちょっと苦手なので、なんかすっごいジェルみたいなめっちゃ入ってるやつがちょっとね苦手なので、これはですねベタベタしないのにしっかり保湿してくれるのでめっちゃ好きです。次これなんですけど、これはイニスフリーのパック、ちょっとめっちゃ見えづらくて申し訳ないんですけど、スキンクリニックマスクのビタシーってやつと、ちょっと英語読めないんですけど青いやつです。これはまだ1回も使ったことないんですけど、友達がおすすめしてくれて、結構そのベタベタしないけどなんかもう浸透してくれて、すごいしっとりするからめっちゃいいよって教えてくれて、この青と黄色のやつがおすすめって言ってくれたので、この前買ってきて、ちょっと今冷蔵庫にこれと一緒に今保管してるんですけど、これまたよかったらインスタとかに載せたいなと思いますのでちょっとインスタの宣伝するんですけど、ぜひインスタの方もチェックしてみてください。あとね、スキンケアとかを変えるのもすごい大事だなと思ったんですけど、私が韓国に来たばっかりぐらいの時にすごいこの顎あたりがすごい荒れたんですよ。なんかみたいな、こんなに荒れるみたいなぐらい、結構人生初ぐらいで割と顎あたりにめっちゃ吹き出物ができたりとかしたので、なんかそれはなぜかというとなんか調べたら、なんか顎あたりにできるのはなんか胃腸の調子が悪いみたいな、確かそんな感じで出てたんですけど、なんか韓国来たばっかりの頃って結構外食とかしてて、友達できたりとか、結構外食したりとか、チキン食べたりとか、なんですかね、もう暴飲暴食って感じだったので多分それもすごい関係してるのかなと思ってて、最近はダイエットしてるっていうのもあるんですけど、結構さっぱりめな食事が増えたので、それもやっぱ肌に関係してるんだなって、なんか改めて食べ物ってすごい関係するんだな肌にっていうのを改めて実感したので、揚げ物とかはなんか肌荒れてる時はちょっと抑えたりとかするといいかなと思います。全然お菓子とか今も全然食べるし、揚げ物も食べるしって感じなんですけど、とりあえずなんかその暴飲暴食を韓国に来た時にしてたので、それで荒れてたっていうのがあるんですけど、あとスキンケアを変えて食事をちょっと改善で、時間かけてやるとなんか調子良くなるかなと思います。はい、今日はこんな感じでクレンジングルーティーンとスキンケアルーティーンをご紹介したんですけど、なんかそんな全然偉そうに言えるレベルで肌綺麗なわけではないんですけど、一応ちょっとおすすめのものがあるので紹介してみました。はい、最後顔出てなくて申し訳ないんですけど、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録とインスタのフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。